カブス9対7ドジャース、日本時間6日、シカゴ、カブスの鈴木誠也外野手は5日、日本時間6日、本拠地で行われたドジャース戦に、2番、右翼、で出場し、2打数1安打3打点の活躍で5連勝に貢献した。3戦9打点をマークし、打率ドット345、オップス1.015と絶好調だ。実際の映像、最後は右手1本で、 革新大谷翔平の2号ツーラン初回の第1打席は空振り三振。第2打席は冒頭で1点を勝ち越しなおも西 2, 2、3塁から右翼フェンス直撃の2点敵地2塁打を放ちベース上で力強くガッツポーズした。第3打席は四球を選び第4打席はウギヒを放った。2日、同3日のロッキーズ戦では自己最速となる打球速度115マイル。 約185.1キロの弾丸今季1号をマーク。翌3日、同4日の同戦では、2号ソロを含む5打数3安打4打点の大暴れだった。休養日を挟んでも好調ぶりは止まらず、同学年の大谷翔平投手の前でチームを勝利に導く働きを見せた。なお大谷は5回、鈴木の頭上を越す右声ソロを放つなど5打数2安打2打点だった。